はい、皆さんこんばんだ。神カウンセリングアカデミーの遠し藤ない。で今日はですね、3日後あさってにですね、控えられておりますダフ13についてちょっとお話ししたいと思います。ダフ、ご存知ない方もいるかもしれないんですけども、ドランクアカデミーフェスですね。で、一言で言えっていうんだったらいろいろあるんですけども、セミナーエンターテイメントになっております。でね、エンドはダフがすごい好きなんですよ、単純に。で、なんで今日この動画を撮ろうかなと思ったかっていうと、もうすぐあさってなんですけども、今ね、みんながいろいろ宣伝をしてるのを見てて、あ、そうだなと思って、久しぶりに Facebook ライブ動画でも撮ろうかなみたいな形でなりました。私がね、去年の12月に実はめちゃめちゃへこんでる時期があったんですよ。めちゃへこんでる時期ないですか？ないですか？冬だからね、12月だったんですけど、初めてダフに行ったのが。で、その時にね、すごい私落ち込んでいたんですよ。すごい落ち込んでて、嫌なことがいっぱいあって、私セミナーとかもするんですけども、セミナーやることにすら勇気を持てなくなっちゃうぐらいへこんじゃってたんですよ。でも表でないとダメだなとか思ってて、表面上はね、あんまりそういうの見せなかったんですけども、本当にへこんでたんですよ。本当は誰にも会いたくなかったし、表に出たくもなかったんですけども、でもお友達のね、山根さと子さんですね、ピースパイラルの社長さんが誘ってくださって、いいからおいでって言ってくれたんですよ。本当かよと思って。で、お友達としてはその山根さんと大内さん、今回ね、お二方とも登壇するんですけども、この二人見たら帰ろうなんつって思っていたんですよ。で、たくさんの先生が出るって言って、本当にその時多くて25人いたんですよ。でね、その時に、セミナーって、私の知ってるセミナーっていうのは、その後のバックエンドを売るためだけのセミナーだったの。売るためだけ、本当に次を買ってもらう、もちろんそうなんですけども、でも心を震わされることとか本当になくて、次これ買わされるんだろうなって半ばぐらいで分かってて、「はい、来ました」みたいな。で、どぎついセールスが入って買わざるを得ない状況に持っていかれるようなセミナーしか知らなかったのね、その時。で、そんな仕事私したくないなって正直思ったんですよ。そんなつまんないことある？みたいな、本当にへこんでたの。で、その仕事を辞めようかなとまでは思わなかったけども、しばらくお休みをしたくなってた気分の時だったんですよ。で、ずっと SNS 集客をしてたんだけども、なかなかうまくいかなかったり、思ったのと違うお客様が来たりとかしてて、何がいけないのかなとか悩んでた時に、ダフにたまたまね、行ったんですよ。ほんとたまたま。そしたらね、一番最初にその時前田京子先生っていう方がお話をされて、すごいびっくりしたんですよ。セミナーが私の知ってるやつじゃないと思って。でね、本当にここで大きなセールスをするとかがなくて、で、講師の人たちっていうのはだんだんね、今回で私も3回目なんですけども、ダフの皆さんとお友達になっていろいろ勉強させてもらってる中で分かったことがあって、ダフの人って、ここで何かを売ろうっていうのは全然ないんですね。で、その中でもアンディさんっていう方が教えてくれてるんですけど、教えてもらったのが、墓石に掘ってでも伝えたいことって何ですか？っていうのがもう大前提のテーマなんですよ。そのぐらい観客の方というか参加者、来てくれた方に何を持って帰ってもらいたいのかなっていうことをね、伝えてくれるの。一人の持ち時間は本当にたった10分なんですよ。今まで私は1時間半とか2時間とか喋ってたけど、10分でまとめるってすごい高度なんですね、私に言わせると。もっと上手い方はね、すごく綺麗にまとめられるんだけども、大事なことを長く喋るんじゃなくて、ギュッと削って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 、みんなに分かるように、かつその中で体系立てて持って帰ってもらえるように、講師の人ってシナリオを作って準備したりとかするんですね。で、今回私はすごく3回目の登壇で迷ってたりとかしたことがあって、自分が伝えたいやつと、でもお客さんが聞きたい話って結構アンマッチというか違ったりとかするんですよ。そこでね、悩む年頃になりました。
で、今回は結局3ヶ月も前から 考えたのに ちゃんと決まったのが先日で、今もう一回シナリオをね作り直したりとか、やっぱ10分にどこを削ってでもお客様に響く、そして、お客さんが必ず何か持ち帰ってもらえるようなものとして考えてるのね。で、それは講師の人全員一緒なんですよ。で、今回13人かな、多分、で、お話をさせてもらうんですけども、この3回の中でも私が見ててすごくレベルが上がっているというか、熱心な方がすごく多いです。自分が伝えたいことなんだけど、かつお客様が必ず話を聞いたら何か持ち帰れるっていうのが確約じゃないですけども、絶対約束されてるんですよ。だからね、本当にめっちゃおすすめなんです。10分のシナリオを書くのにこんなに時間をかけたことは私は人生でなくて、で、作ってるうちに、あ、これどんな人だったら喜んでもらえるだろうとか、いろんなね、お客さんがいるんですよ。サラリーマンの方もいるし、普通に主婦の方もいるかもしれないし、自分でご仕事されてる方もいるんですけども、みんなにね、共通して持ち帰ってもらえることを考える講師の人たちもすごいなと思ったんですけど、だから何て言うのかな、普通にまだ見に来たことがないっていう方がいたらですね、遠藤は真面目にめちゃめちゃおすすめしてます。いいです、誰か一人を見に来るつもりでも。それは最初の私と同じで、でもね、面白すぎて帰れなくなっちゃうんですよ。せっかくだから全部聞きたいとか、なんか話の途中で帰るとか、それは失礼とかじゃなくて、なんかもったいなくて帰れなかったんですよ。で、私はその話を聞いて、その初めてダフに行った12月からものすごい変わったのね。私やりたいのこれじゃんって思って、ただ登壇する、講演家を目指そうっていう意味じゃなくて、セミナーの講師としてのあり方が少し変わったんですよ。そりゃね、買ってもらいたいよ、買ってもらいたいけど、売り方ってあるじゃんってすごく思ったんですよ。伝え方とかね、必要なものだからお伝えしてるんだけども、そのもっと前に教えてあげないこと、教えてあげなきゃいけないことがあったじゃん。私どっちかっていうとそれを教えてあげたいなと思って始めたんですよ。で、それを教えた上でノウハウっていう手段と方法があって、実践っていう、まあ、3つのね段階があるとして、ただそのノウハウから入ってノウハウだけ教えて、はい、おしまいみたいな人っていっぱいいるのね、残念なことに。そこで私は悩んでて嫌だったの。だけど12月終えて、あ、私これだってもう一回なんかみんなに教えてもらった出来事だったんですよ。なんかね、すごい特大なクリスマスプレゼントをもらった感じでした。で、それからもうすぐ次のダフ絶対私登壇したいと思ったから、主催の西澤さんに出たいですってお願いして、オーディションを受からせてもらって、で、1回2回、そして今回が3回目になってます。で、私もこの3回目までで、お話の仕方をお勉強しました。もともとね、喋るのはすごい苦手じゃないけれども、それって独学だよね、独学だったんですけども、こんなに、精密にですね、いろいろ考えて伝えるっていうことをやったことがなかったから、とても新鮮だしすごく難しかったんですけども、なんか教わってよかったな。本当にね、レベルが高くなりたい、スピーキングが上手くなりたいっていう人は、その先生たちのシナリオを勉強したらすごくそれは持って帰れるし、そうじゃなくて普通に聞きに来た人たちは、いい話聞いたんだけども、いい話聞いたな、でも終われません、終われないの。あ、そっか、明日からこれはやって帰ろうって必ず思えるんですよ。だからね、いろんなセミナーに行ってももらってもいいと思うんですが、その中でダフは1回はね来てほしい、そして何回も来てほしいです、本当は。で、毎回毎回ね、登壇の人が何人っていうのが違うから、そのメンバーによって主催者の方も、一番みんなが盛り上がる、やっぱエンターテインメントなんですよ、セミナーエンターテインメントなの。だから、その全体がどれだけ価値があるかっていうのをみんなが一生懸命考えてるんですね。これ言っていいのかな、喋ってる人はお金もらってないんですよ。その中でみんなに何か持って帰ってもらいたくてお話をしてるっていう気持ちが分かってもらえたら嬉しいなと思って、だから来いっていうのはちょっとなんか、なんだせこい言い方なんですけども、だけどそれだけ真剣に取り組んでる
あの先生たちがいるよっていうのをまず分かってもらいたいなと思います。仕事プロの意識の高さっていうのかな、うん、それってなかなかあのお金払って教えてもらうかもしれないけど1日完結でそれを体験することってないんですよ。なかなかない。で登壇してる時はすごく上手だからサバサバサバって言ってやっぱ先生すごいなって思うんだけども、その裏にはものすごくシナリオを考えたりとか、お客様に何を持って帰ってもらおうって思ったりとか、やっぱり自分の人生をかけて伝えたいって思うこと、墓石に掘ってでもこれだけは皆さんに持って帰ってもらいたい、死ぬ前にこれだけは伝えたいみたいなことをですね準備しております。なので本当来たことない人もったいないんで、あの一回来てみてくださいというのをお伝えしたくて久々に動画を撮ってみました。あの登壇って私結構最初すごい舐めてたんですけども、先生たちがこんなに一生懸命考えたり、あの人を集めるのもやっぱ大変だったりとかもするけども、その中でその人の人生がたった10分で変わるんですよ。ゾッとするぐらいすごい力を持ってます。だから何かを迷ってるとか、ちょっとなんか違うんだよねとかね思っちゃう時があるかもしれません。その人はすごいチャンスなので、お話を聞いてあそっかって終わることは多分ないです。すごい熱い先生たちがプロ意識を持ってですね、あの伝える10分っていうのはすごい価値があるので、お金は払ってでも来るべきなんですよ。だってそんな一生変わるんだよ。すぐ全然好転しますからね。それから私お店じゃないや、あの自分の仕事の仕方が変わってもう一回ちゃんとやろうって思えたし、で仲間もすごい増えました。みんなが支えてくれたり、いっぱいそうね、ここ9ヶ月の間で大きくですね、いろんな面で成長、スキルとかもそうだし、マインド部分もそうだし、人に対する考え方、プロ意識全部ですね、いろんな方向でみんなに引っ張ってもらって、かなり私なりに成長かもしれないですが、あとはもう皆様の判断なんですが、あの大きく成長させてもらったそのきっかけは本当にダフだったり、その10分のお話なんですよ。だからみんなもそんなことが大いにあり得ると思うので来てもらいたい、素直に思います。本当にすごいあのお話です。私なんかまだまだね、あの下っ端というか始めたばっかりなんですけども、やっぱり10回とか登壇されてる人とかね、ずっと連続であのやられてる方っていうのはスペックが違うもうあのいい意味でかなわないと思ったんですけども、そこを目指してね行くんですけども、ぜひその先輩方々のお話であったり、新しく入ってきた仲間もいます。フレッシュなんだけど私よりタイトルを持ってるっていうね、全然私が一番なんだろうな、実績弱い気がするんですけども、その中でもできることってあると思うので、あの各々の役割がありますので、私はそこでその役割をしっかり果たしていこうと思っております。講師を目指す人でなくても、例えば俺はこんなはずじゃないのにと思っている人には必ず刺さるイベントだそうですね。ちなみにこのノート、長谷川さんの刺さるプレゼンのやつを使わせていただいております。ありがとうございます。はい、本当に何かちょっとでも変わってみたい、でもやり方がわからないとかっていう方はですね、すごくためになることだけは私約束できますので、一歩踏み出したいぞっていう方はぜひ、一歩踏み出せるかどうかなで迷ってる方でも大丈夫です。ありがとうございます。でそこであの先生たちが出してる本が売ってたりとか、特別にそこでしか売ってないものとかもあったりとかするので、楽しみにしてください。楽しみに待ってるよ、来てくれ、来てください。はい、ということでですね、講師の方々全員でですね、皆様が来てくれるのを楽しみに待っておりますので、当日楽しみましょう。では皆さん、夜遅くにですねお付き合いいただいてありがとうございます。17人もね、18人も見てくれてる、すごいありがとうございます。もしよかったらシェアしてくれると広がるかなと思うので、大丈夫な方はお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。そう、お酒出るんですよ。で、唐揚げとかもあるので、美味しく食べて笑って、笑って泣いて感動して、実践何か持って帰ってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! おやすみなさい。みんなありがとうございます。コメントって返します。